私ここで置いてます。遅くなり申し訳ない。夜の夫のロイド・フォージャーです。ああ、フォージャーさん。違う。ああ、失礼。休館が少々暴れまして。精神科医の仕事にはよくあることなんです。僕のせいで。嘘嘘。夜にこんなスマートイケメン旦那がいるわけない。恥かかせてやるわ。あ、足がもつれてん。食べ物を大切にするのは素晴らしいけど、足を使うのはちょっとはしたないよ、夜。すみません。男の人に呼ばれてホテルとかでマッサージするんでしたっけ。やらしい。夜は両親を早くに亡くし、幼い弟を養うために必死で頑張ってきました。自分を犠牲にしてまでも、それは誇るべきことです。帰ろうか、夜。はい、皆さんごちそうさまでした。